あららら、こんなになっちゃってた。確かにね。はい、どう？岩和田線。はい、こんにちは。金本チャンネル、粉吉です。今はね、御宿のあたりにいます。今日はかなり冷え込んでおりまして、とうとう気温が0度という形で、すごい寒かったですね。ただね、今年導入した電熱グローブがあったおかげで、かなりね、ポカポカしてこられました。ちなみに、電熱ベストも着てきたんですよね。なんで、比較的暖かく来ました。で、御宿のこの海岸あたり走ってると、今気温が8度ぐらいになってるので、急に暖かく感じましたね。あれなんですかね、やっぱり太平洋の方で黒潮かなんかでここら辺は暖かいんでしょうかね。ちょっと山の中だとね、もうすでに0度だったんですけど、どうなんでしょう。まあ、ちょっと今あのバイクを置いたからかもしれないですね。というわけで、近くの林道にこれから向かいます。今日が2023年ラストランという形で考えております。なのでそこをメインにして、ちょっとね、行きたかったところとか調べたかったところをちょこちょこっと行って帰ろうかなと思ってます。ということでね、粉本チャンネルもね、2023年、無事怪我もなく過ごせました。これも皆さんのねおかげだと思います。ということで、そろそろ着いちゃうんですよね。ここの林道は、まあ、おそらく最後まで行けないはずなんですよ。最後に思っても見ないものが出てきて、そこで行けなくなってしまうと思うんですけど、その途中もかなりヤバめのところがあるので、 ATV で来ちゃったんですけど、途中までしか行けないかもしれないですね。トンネルがあった。ありました、岩和田線ということで、この先もチェーンゲートになってるんだ。じゃあどうしようかな。ちょっとクッキー抜きましょう今日は。はい、それではね、岩和田線行ってまいりましょう。久しぶりに ADV できたから結構怖いね。なんだろうこれ、なんか建物あるんですね。おお、トンネルある。超不気味だな。トンネルはね、結構まともだね。結構下り坂だね。雨の日は来たくないわ。うわ、もう見えねえじゃん。うわ、キョンがいた。案外怖いね。うわー、やられた。これはいけないでしょう。今日ノコとか持ってきてないんだけど。マジか、こんなに。いや、これたとえノコがあったとしてもきついな。あらら、こんなになっちゃってた。こんなところまで来てこれか。手でやってみたんだけど、弾けるかどうかわかんねえ。とりあえず一回だけチャレンジして、ダメそうなら今日帰ろう。まず、ここ、こう行って。アクションコントロールかかっちゃってるし、久しぶりだからな。しょ、次ここ。はい、次ここ。いけたよバカ、本当になんとかいけました。これ帰ってこなきゃいけないんだよね。でもね、先が思いやられるな。この辺も草がいっぱいで、ちょっと怖いね。もうやだ。低すぎる。お、
簡単に取れるのこれ。さすがにこれは無理か。本当にさ、今日クリスマスのイブなんだよね。本当に苦しみますよ。ちょっとごめんね、道路が見えないからゆっくり行くわ。そこ右側がもう崖か。マルタ、いやーすげえ落としてる。意外とさ道はしっかりしてるよね。しかし林道一直線さんもよくこんなとこ一人で来れたよな。まあ人のことは言えないけど、すんごい丸太があるんだけど、あれどうやって行くんだこれ。あ、一応行けるのね。あれ、なんか引っかかっちゃったかな。あ、引っかかっちゃってるね、なんかね。あー、もうあれか、やっちゃったかこれ。最悪なパターンだこれ。センタースタンド取れちゃった。どうすか、考えよう。はい、とりあえずですね、センタースタンド落ちないように紐でくくりました。ロープは持ってたんだけど、ハサミ持ってないからね、こういう形にしました。いや、ここの突起に当たったんだろうな。とりあえず一旦抜けなきゃダメよね。それはそれで、なんか大丈夫そうだね。大変なことになってきちゃったよ。あの壊れた家まで来た。あ、もうなんか民家があっち見えるんですね。あれ、これ何、これどういうこと。ここ降りろとか。あ、ここあれか、例のところか。ここみんな降り、あ、そっちに一応道あるじゃん。ここならなんとか行けそうだね。帰りが怖いな。大変だこれ。いや、いけるのかこれ ATV で。満身創痍だぞもう。これのルートもダメだったんだ。ってことは上がるの大変だなこれ。降りちゃった。はい、マジかこれ。あれがないじゃん、橋が。
やべ、これトラクションコントロールかかっちゃった。やっちゃったな、これも。ちょっと、その先見てこよう。これ行けなかったら、あそこ頑張る必要ないもんな。行くんだよこれ。どうすっかな。いやいや、もうダメだ。これはね、撤退しよう。ここにも木あるし、撤退の判断が遅かったな。でもさて、これどうすっか。はい、ということで、こちらの方はなんとかなりました。あとはあっちだな。この先ちょっと考えよう。ここを登るか。こっち。攻めんだよな、ここな。ここにぶつかりそこで。はい、というわけでね、一発、一回目チャレンジしましょう。で、いつもこれでトラクションコントロールを忘れて、いつもひどい目に遭うんでね。やべえ、ダメか。失敗、一回目失敗。ダメだ、滑っちゃう。やべ、またトラクションコントロールかよ。いけた。あとはここ落ちなきゃいけない。ということで、クリスマスイブに本当に何バカなことやってるんだって感じですよね。本当に苦しみました。はい、これ帰りも大変なんでね、意外とね。ああ、あれ忘れた。もう汗ダクダクですよ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。終わらせちゃうの。はい、工事やってる。俺ここ来たことある。そうそう、あ、来たことある。ここでいいんだよね。あれ、あっちに行くのか。道がもうないんじゃないの。数ヶ月前の動画ではあったんだよ。なんでこんなところに来ちゃった。こっちか。ああ、こっちだね。ふわ、開いてるところに穴が開いてるけど大丈夫なのか。ここでも草刈ってるんですね。すごい。ああ、これがあの橋か。なんか違う気がするな、これ。道があるっぽい。いや、本当にこれこの道。うわ、
反対側から来ても道が分かんないっていう、どうしようもない。どうやらここら辺か。あったあった、これがあの例の橋だけど行けねえぞこれ。あー、これがね例の橋ね。でもさ、いや、よくこんなとこ行こうと思ったよ、みんな。まあ、確かにね。あ、そっか、降りれれば行けるのか、これ。ただ、もうとてもじゃないけど、来れないよ、こんなとこ。はい。で、あそこの、丸太の木が、非常に、狭くて危険ということで、オフロードバイクだったらこの下から行けるっていう可能性もあるというふうに聞いたので、ちょっと行けるかどうかの確認ですね。まあ大体ここまで来れないからね。ここら辺は泥だけど、下がほら岩になるんだね。うん、千葉県特有のなめどこ、このなめどこだから川を渡ることができます。あとこの上に登れるかどうかの話だよね。ここは、あ、でもね、あの草刈っちゃえば行けるね。行けるけど、またその先がこれか。結局さ、まあバイク、オフロードバイクだったらここは行けますね。あそこもあの埋まんないんで。埋まんないんだけど、はあ、この丸太はちょっと怖いよね。さっきのと、さっきの方が全然いけるわ。だから行くとしたらさっきの道、来た道で行くのが一番いいのかな、来れたらね。で、実際多分こっちにみんな行ってたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こんな調子ですよ、道が。あ、これ草刈りしてないからってことなんですけど。結果、めちゃくちゃやりこぎになって。では、例の場所に出るわけだ。無理だな。はい、ということで、本日いろいろ行こうと思ったんですけど、はい、バイクの方センタースタンドを取れてしまって、まあちょっと危ないので、今日はもう一箇所だけね、どうしてもちょっと、確認したかったところがあったんで、そこだけ行って帰ります。ございます。この先、土太郎の滝に出る道なんですけど、かなり崩落してるというふうに情報を得たので、ちょっと行ってみようかと思います。お、オフロードの方がいい。それ見に来たんです。それを見に来たんです。うん、大丈夫です。それ、あ、本当ですか。ありがとうございます。気をつけて。はい。